ファン必見。ナンバのツタヤでのナンバー、愛登場。何が起きている ?10 年以上にわたり、数々のエンターテインメントの舞台裏を追いかけてきた私。その中で、時折瞬間的に現れ、ファンたちを魅了する瞬間がある。今回は、大阪ナンバーでのナンバー、愛の驚きの登場に焦点を当ててみたい。もともと、情報の断片を収集中し、謎めいた出来事を解き明かすのが得意だった私。ある日、 ツイッター上で見かけた一連の投稿が、私の好奇心をくすぐった。何やら、大阪ナンバーにナンバー、愛がやってきたとの報告が、ファンたちの間で共有されていたのだ。これは熱いという言葉から始まり、投稿者は待ちわびていた様子。いつまでいてくださるのかなとの疑問がフォロワーたちに共感を呼び起こしていた。私も興奮し、その場にいるような気分になった。 投稿者の情報によれば、大阪南ンのツタヤの前で、平野く君の姿がビジョンに映し出されていたとのこと。ここで一つのストーリーが始まる。さて、私がこれまでの経験から得た知識をもとに、この情報を広げてみた。なぜ大阪なのかなぜナンバー、愛がこの場所を選んだのかファンたちは何を期待し、何を感じるのか関西上陸ナンバー、愛の登場は、単なるイベント以上の意味を持っているようだ。 大阪のファンたちにとって、これは特別な瞬間なのだろう。それはただのビジョンの出現ではなく、まるでアイドルが目の前にいるかのような感動を呼び起こす。私はこの舞台裏を突き詰め、なぜこの場所でなのか、どのようにしてファンたちにとって特別な瞬間となったのかを解き明かしていくつもりだ。もちろん、私のリサーチでは、ファンたちの喜びだけでなく、疑問や興奮も浮かび上がってきた。例えば、 他の場所でも同様のイベントが行われる可能性はあるのかこの登場には何か特別なメッセージが込められているのかファンたちはこの予測不能な出来事にどのように反応しているのか私はこれらの疑問に答えるべく、オンライン上で調査を進めた。すると、関連するニュースやファンのコメントから新しい情報が広がり、物語がどんどん深まっていった。 大阪でのナンバー、愛の登場が話題となり、多くの人々が興奮している一方で、他の地域のファンたちも同じような特別な瞬間を期待している様子が見て取れた。これは、地域ごとに異なるアプローチやプレゼンテーションが求められていることを示唆している。また、ファンたちはこのような出来事によって、アイドルとの距離が一気に縮まったと感じているようだ。特に、映像が大画面で流れることで、 通常のコンサートやイベントでは得られない臨場感が生まれているようだ。これは単なる出現ではない。関西上陸ナンバー、愛は新たなファンエクスペリエンスを提供する試みの一環なのかもしれない。しかし、これが成功するためには、ファンたちの期待に応えるだけでなく、他の地域でも同様に驚きと感動をもたらす工夫が必要だ。私が見つけた新たな舞台裏は、ナンバー、愛が大阪に上陸し、 ファンたちに感動と驚きをもたらしているという物語だ。この舞台裏は、ただの出現ではなく、新しいエンターテインメントの形を提示しているように思える。これは、ファンたちとアイドルとの新たなコミュニケーションの一環なのかもしれない。最後に、ファンたちに向けて、ナンバー、愛の登場に、どのような感情を抱いているだろうかこの舞台裏がもたらす、新しいファンエクスペリエンスに期待は高まっているだろう。そして、 他の地域でも同様の出来事が待っているのか、それとも大阪だけの特別なイベントなのか。舞台裏の探究はまだ続く。あなたの予測は何かしら